ラジオ日経アナウンサーの小塚あゆみです。さよきこです。バンダイナムコゲームスの松本です。はい、今月はアイドルマスターディアリースターズをご紹介しておりますが、今回はですね、濃いめのトーク部分をさらに掘り下げていこうそうですね、特に男性陣が盛り上がってる、ね、それから、まあ、モードの中でユニットライブというモードもありまして、今回の3人がね、集って遊ぶというそちらのモードも一緒にご覧いただけますので、はい、それでは映像の方どうぞ。今目指してく私だけのストーリー、何を立ち始めようせんハロー。なんでまた男の子のキャラを入れようとなったんですか、これは。もともと、まあ、愛とエリン、のその設定というよりか、まあ、どちらかというとキャラ的なスタンスとして正と同、ポジティブとネガティブみたいなところを一つこうねバッと設定したんですよ。で、あの陰と陽とかこう太陽と月とか、まあ、いろんなコードネームで呼んでたんですけど、コードネーム、問題は3人目どうしよう、で、あのどちらかというと本当にバランスを取れるようなこう役、立ち位置にしようっていう時にポロッと出たんだよね。そうですね、おポロッと、これやってみようよみたいな感じなんですか。そうですね、うんうん、男の子あるかなって言った時にムンケさんが、あるんじゃねって言っちゃったんで、そうあるかって話になって、視点が今度アイドルの時に、男性が若干その女性の視点でやるっていうところに抵抗がある人も、まあ運命のいたずらで女の子として活躍しなければならないんだけど、でも僕は男の子だよっていうところの立ち位置から見るのをまた一つ面白かろう。なるほど、そういうこともあって、実はりょうちゃんはその運命のいたずらで女の子の格好をして、アイドルをしなければならないヘタレメガネ男子だけど、でも、至って性格は実は非常に穏やかで普通の、別に男の子なんですよ。いやいやいや、ユニットライブ、はい、ね、3人が揃うとすごいです ね迫力が豪華、なんか音もすごい良いし、曲もなんかね素敵な、新曲とかもいっぱい入ってるみたいなので、全部で10曲入ってるとか ね、そんな話でしたよね、たくさん、まあ、そのあたりもぜひ皆さんね楽しんでいただきたいと思います、はい、さあということで、来週はいつものセオちゃんのあれですね。はい、はい、あれですそちらの方もどうぞお楽しみに、はい、それでは皆さんせーの、またねー。この番組はチェンジ・ザ・エンターテインメント、バンダイナムコゲームズの提供でお送りしました。